つもな、いつもな。いやー暑いね。でもだいぶ涼しくなりましたよね。いやーもうね、夏も終わる、夏も終わるね。そうですね、もう夏も終わりですね。2015年終わるよ、もう。15年終わるまではまた4ヶ月ありますよ。違う、夏がもう。そうですね、今年は残暑もないみたいですね。夏の思い出なんか作った？いや、作りに行ったんですけど、まあまあひどかったですよ。マジで、はい、ありがとう、ありがとう。いや、僕ね、うん、お盆の13、14、15はいつもキャンプに行くんですよ。あー、キャンプ！そうなんですよ。でも今年は仕事の都合で、まあ、13、14の1泊2日の予定だったんですけど。はい、どう？行っちゃ、おい、おい、今日早いね。次もうほんまもう、2015年終わるよ。2015年終わるよ、ほんまに。夏が、うん、夏がね、うん、夏を飛んでくれるかな。いつものでよろしいですか？はい、マスターキャンプ行ったらしいよ。そのキャンプがね、夏してるやん。まあ今年は日本海側に行ってきたんですけども。いいやん、いいやん。チャンス聞いてください。それが8月13日だけがピンポイントでこう大雨やったんですよ。ざまあ見ろやわ。それで結局キャンプの予定やったのが、うん、テントで寝るのが不可能な状況なぐらい雨やって。え、どうしたの？いや、もう結局断念して日帰りしましょう。あらー、今年の夏は結構散々やったんですよ。いやー、あ、どうもまた雨降ってきてよ。なんだもうそれ。そうそう、なんだ今日自分なんか。あ、マックスできた。弱めのマックスできた。なんか今日顔というか目ひよこみたいやね。どういうこと、ひよこって？ちっちゃいってこと？いや違う、なんかもう。どういうこと、どういうこと？生まれたてのひよこみたいな目してる。どういうこと目がつぶらってこと？いや、なんやろ、そのまんま。さあ、俺のいつものでよろしい。やっぱり、ありがとうございます。加藤隆にしか見えない。ちょっとやめてくださいよ。そんなことないですよ。ちょっとパーマがね、加藤隆パーマ、湿気でさ、チリチリってなってるんですよ。いや、そうです、そうです。夏も終わりやね。夏も終わりやで、もうほんまにどう早いね。明日から9月やで。いやー、2015年も終わりますよ。もう夏、夏が、夏が、いやいや違いますよ。もうね、夏が終わったら秋、冬ってもうすぐですから。もう時期やね。今3分の2終わったってことでしょ。だって今年ほんまやんか。3分の2はほんまやんか。なんか今日噛み合えへんよね、のっけからね。同じテンションで言ったろ。いやいや、なんでなんで、そんな そんな低くないでしょ。もうだから、そのひよこみたいな目やめえやん。ひよこってないの。 ありがとうございます。あ、じゃあ乾杯。イエーイ、イエーイ。うん、ちょっと喉がね、ちょっとガラガラしちゃってね。そうなんですか。そうなんですよ、ちょっとね、昨日のオールしちゃって。オール赤いですね。オール、無事にオールやったん？無事じゃない。朝まで今日の様子見たら無事じゃない。ひよこになってるんでしょ。どうもだって目がね、半分も開いてる。もうそう、ほんまにちょっとひよこの目見て、もうそんな目してるから、うん、ほんま、別に眠たいとかいうわけじゃないのよ。別にイケイケではあるの？イケイケではありますよ。ただなんか声が出なかったりとか、やっぱり体に出るね、オールとかやるとね。もう、もうずっとオールしたの？うん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 。途中で一回落ちたことない？ないない、僕はない。え、ずっとじゃあもう しゃべり続けてたんですか？まあまあしゃべり続けてた。居酒屋でずっとオールですか？居酒屋で、で2次会も居酒屋で、で3次会はもう、まあそうやな、飲みに行きましたから、3つはしごしてずっと喋ってましたよ。ずっと喋ってた。何を喋ってたの？何にも覚えてへん。しかもあんまり飲んでへんのにな。そうやん。あ、けど飲んでないの？あのね、1軒目だけちょっと飲んだんですよ、うんうん、でももうちょっとしんどなったかなな思ってね。すごいね、全く飲まずにおる。全くじゃないですよ。だから途中からね、途中から2軒目からも全くウーロン茶飲んでましたよ。もう喋り続けたら、ね、それのが無理やわ。何を喋ることがあるの？いや、昨日は何喋ったの、あんまり覚えてへんねんけど、しょうもないこと喋ったと思うわ。な、不倫の話とか。結婚もしてへんのに不倫の話とか、わけわからへんやろ。飛び越えてるね。飛び越えてます。いいと思いますよ。まあ僕の話じゃないけどね、人の話、そうなみたいな聞いてたんです。今小走りで逃げたよね。
今小走りで逃げてる。違う違う、サモなんかミスを犯してません。あ、いや違う、いやほんまにほんまにそうですよ。いいですよ、逃げてもらって。何か結婚してる人と僕がどうのこうので不倫っていうことか、うん、あ、そうそう、そういうことじゃなくて、あのほんまに人の結婚してる人の話を聞いて。なんか今日返しが全部普通やんね。普通ってなんやな、普通ってなんやな、普通でいいじゃないですか。もう顔ひよこやし、もう春郎さんはあれですね。誰、春郎って誰？収納って誰？福袋さんはあれですね。何ですか？福袋さん。声が通らなくなったらだけでパワーがダウンします。ダウンするより見えてるっていうことですよ。そうですよ。自分の中ではそんなダウンしてる あれないですから。いやもう中はもうメラメラしてる。メラメラしてるよ。もうボーゴーボーボーしてますよ。してますけど声がね。もう機会があったら不倫してやろうと思うぐらいの。いやいや、そうや。それぐらいのエネルギッシュさはありますよ。アグレッシブエネルギッシュ。全然伝わってけえへん、もうその通らない声で。圧がない、なさすぎる。ないやろ、もうなんか。まあ僕もそのなんてオーラがないのはもう定評がありますからね。もうしかも弱ってるともう全然出ないですよ、もう。しょうがないですね。うん、内向き内向きですよ、もう。え、ちなみに今日はお仕事は？もう休みました。あ、なるほど。もうできひんでしょ、朝まで。今日ずっと寝て、起きたわ思って、うん、あ、ちょっと遅刻やみたいなノリでここ来たの。いや違う、遅刻で別にここ何時に来なあかんのが決まってるわけないですけど。なんやろ。いやいや、違うんですよ。でもね、朝帰って7時ぐらい寝て、もうあれやな、年取ったらさ、あんま寝れへんよなんてんのよ。あー、わかる。わかる。なんかやったらそんな頑張る。眠たいのにね。眠たいのにも。そうやね。めっちゃ目覚えんねん。どうやねん、もう10時ぐらいに起きちゃってさ。なんか来てる。何が？え？皆さんこの夏の思い出は？あ、皆さんこの夏の思い出はって来てるよ。この夏の思い出ね。僕けどずっと仕事してましたよ。ずっと磨いてましたよ。あ、本当。あ、磨いてた。忙しかったんや。今日だってエプロンつけたんは。今日も磨いてきた。昨日巻きましたからね。どういうこと？あ、いかなぁ、もうこう磨いてたのに。そこまでいかなと思わんでもいいよ、ここ。普通に、まあね、お店やから別に申し合わせたわけではないからね。そう、ギリギリじゃないしさ。いや、仕事じゃない、ない、何遅れんだ。あの、そう、夏の思い出。あ、そうです、なんか言うてはったじゃないですか、前。あ、夏の思い出ね。うん、もうあれ以来、小豆島ちゃうわ、四国。四国で小豆島、ね、そう、島並み海道。小豆島もそ、うどん美味しかったです、ありがとうございました。ああ、そう、あの一人前のやつね。あ、お蕎麦、うどんや。あ、食べた、自分食べてないな、こいつ食べた、ほんまに。先輩すいません、こいつほんまに失礼や。先輩ほんますいません、こいつ食べます。なんで四国で蕎麦やねん。うどんやな。あのね、脳を通してから喋って。脳を通してから。食べてないやろ、まず謝ろうや。ごめんなさい、まだ食べてる。まだってどういうこと。もうあかんって、あれもうあかんって。生やん、生、生。あんなもあかんよ、あんた。あれ、俺もうてへんのちゃう。いや、渡したって。ここで。いや、ここ、え、どうしたこのひよこ。このひよこ、ほんま今日あかんわ。加藤鷹みたいなひよこ、このほんま。食べたと思うけどな。知らんかな、知らんかな。聞かれてもこっちが聞きたいわ。お前やな。まだそのぬるっとしたら。ちょっとぼやんとしてますね、今。雲の巣が。よし、行こう。ビンタ、ビンタ。ちょっと、いやいや、別にネガティブなこと言ってないじゃないですか、別に今。まあ別に何何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 え、徳島。え、徳島。遊びに。遊びにというか美術館に行きましたよね。お、いいですね。あら、大塚国際美術館って案内してます？徳島県の鳴門海峡的なところのにあるんですよ。大塚製薬かなんかが作ってる美術館なんだけど、ネットで調べたら日本で一応ポカリやん。日本でポカリやん。うん、で、ポカリやん。どうでもええやん、そこ。それ別にどうでも。日本で一番入場料の高い美術館らしくて、でネットですごい人気がバン一番リピート
としたい美術館一番みたいな別荘でなってるから。ヒットしたい美術館。うん、そう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 。名前なんでしたっけ？大塚美術館。あ、やっぱ言いたがるんやな。リピートって別に口ちゃうよ。あの名前ちゃう。行くのがね。これ行ってきたの。なそこはなんとね。ポカリア。ポカリア。うん、ポカリが全部並んでる。美術館じゃないよね。それはポカリが並んでる。冷静になってきた。うん、あの全部なレプリカやね。ポカリ。ポカリちゃうわ。飲まれへんやん。何のそれ飲まれへん。何の意味があんねんそのレプリカに。もう緩いよね。弱いよね。なんか全部、ね、ツッコミになんか。ツッコミを全部なんか。正気がないよ、ね。投げたボールなんかパーンって、うん、よう分からん客席に全部行く行ってるみたいな。そうやな、ほんまやな。ちょなんかその鋭さがないよね。そうそう。なんか。分かってんの、ね、分かってる、ね。その美術館が何があるんですか。だからモナリザもあるし。あ、全部そういう有名なやつのレプリカがあるんですか。そうなの、全部レプリカなので、ピカソもモナリザマのなんていうの、キリスト教会の大聖堂にあるなんかあるやん、ステンドグラスみたいのあれのなんか有名なやつとか、モネの睡蓮とか、もうありとあらゆる有名絵画があるんやけど、全部そのなんていうの、吹き付けみたいなレプリカなんですよ。吹き付けみたいななんていうの、銅板にこうなんかしゃあのなんかまあ知ってる人いるやろうと思うけど、どっかには端寄るな、そこを聞いとんねん、こっちが。いやいやいや、めんどくさいんか。じゃあめんどくさいんか。多分俺が違うんですよ。今僕が言ったら多分浅はかな知識で嘘を言っちゃいそうやなと思ったから、まああの細かいところは調べてか各々で考えてみたいな感じで言っといて、ああとにかくそこに行ったわけ、レプリカの美術館だから、まあその思い出といえばそれぐらい、それぐらいですかね。どうでしたあんまりやったこんだけ引っ張っといてもそれでも徳島まで日帰りで行ったんですか。そうですそうです、バスで。バスでまあ2時間おめ大阪から2時間意外と早いですか。そうなんですよ、結構ね。一人でですか。はい、よくやるでしょ。じゃあこの、する。はい。よくやるね。ちょっと真似てみた。なんか見たことあるなと思って。見たやろ。そう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 。あ、こんな感じなんや。うん、人がやってると。はい。イラッとするね。俺も気をつけてやるのやめよ。人の振りってね、あの振り引いてって振り見てわかる。カムシもうなんやろね、もう。やっぱり寝ないというのはすごいことだね。大変。いや寝たんやろ帰って。だから2時間ぐらいよ。2、3時間でだから起きちゃったんよ。2、3時間で起きちゃって。あ、そこはもう寝れなくなって。そっからどうしたの。まあちょっとやることがあったから仕事したりして。仕事してるやん。うん、まあ大した仕事じゃないけどね、うん。行かなあかん用事もあったんで行ったりとかしてて。そしたらもうやっぱりもう寝れないですからね。何これ。事故。俺は嫌いじゃないよ。うん、てかものすごい堂々と持ち込みドリンクを。あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。お水やからこれほら。お水やから。よろしかったらグラスに氷を出しましょうか。あ、いいですか、ありがとうございます。もう昨日ほら。持ち込みボトルやろ。そう、そこ100円で売ってて。そう、あ、夏の思い出は？夏の思い出。仕事ばっかり。仕事ばっかりでね、なんかあるかな。何もほんまにどこにも行ってないんですよ。あ、旅行も行かず。どこにも行ってない。わ、そう。あ、だから、あの、外出たって言ったら、あの、映画を2回見に行った。何と何を行った。マッドマックスと、マッドマックスと、マッドマックス。マッドマックスからのマッドマックスね。いや、でもマッドマックスは確かに2回見たくなる。出た出た、マッドマックス信奉者。もう見たよね、ほんまにね。この人の2回目の、うん、2回目に一緒にいたんや。集合したメンバーに入ってるんですけど、ね、すごい。どうでした2回見た、2回あ、見てないの。1回でも2回見たいぐらい良かったわけじゃないですか、この2人は、あの、もうずっとテンション上がり倒しに。どうですか。もう初めて、宮ヶ崎と喧嘩なりそうなんだ。宮ヶ崎で誰宮ヶ崎で誰、あえて出してやろうと。崎山さんと。もうね、崎山ね、仕事終わりの週明けでヘロヘロの時にね、
レイトショーで集まったわけですよ、はいはい、なるほど、レイトショーね。あれ月曜日ちゃうかったね。あれもおかしな話で、僕が別に誘ったわけじゃないんですよ。うん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 、面白かったよってなんか一緒に飲んでた時に、うんうん、あれは面白かったよって言ってた時に、うん、もう一人言い張って、うん、その人が、うん、あのものすごいテンション飲んだテンションで、ね、飲んだテンションで、うん、これは崎山さん行きゃあげませんよみたいな、うん、飲みの盛り上がりでね。別に俺は全然どうでもよかったんやけど、うん、もう見てるしね、見てるし、うん、次の日集合ですよ、集合です。あ、次の日にすごい早いですね、フットワーク軽いですね。ほんで見に行って、崎山さんどうやったんですか、見て。もうね、いやだから状態がそういう状態やん、仕事終わりで、うん、疲れてね、10時か11時かの始まりで、はいはい、10時か11時かの始まり、あのレイトショーの一番最後やったんちゃうか、だから10時ちょうど2時間やから、そう10時過ぎか。もうね、のっけが始まった時にさ、はい、ドーンバーンデーバーウェーっていうのが、まあ、ずっとですからね。これいや最初のキャッチーやなっていう最初の印象ですよ、これは。はいはいはい、そうですね。まさか2時間あれが続くと思えよね。続きましたね、続きました。いや最後まであのテンションですからね。いやあれはね、飲まないやってられへん、ね、飲むんかい。飲んでた、飲みながら見てたん。いやもう行ったメンバーみんな飲んでたよ。グラス2つ持って見てた。何と何。いや、あのなんビールとワインと、水とかじゃなくて途中でなくなるからは、うん、すごいな。あんな、まあでもお酒飲んでみたら楽しそうじゃない、なんかぐるんぐるんして。僕はもう超楽しそう。2回目も、はい、結構ね大人数で行ってね、はいはい、真ん中にチャーハンを挟んで、はいはい、左右にこうみんな。なるほどなるほど。ただね、周りが疲れ切っててね、嫌な雰囲気でしたね。あの映画見に行ってさ、自分は面白いなと思って横の人見たら寝てたりさ、面白くなさそうやったらちょっとテンション下がるよね。いや僕全然大丈夫です。あ、ほんま、今言ってる話と違うやん。いやだから逆に燃えましたもん。あ、燃えたんや。俺は楽しむぜ。燃えですよ、燃えの。あだからもうちょっと体力が万全な状態で、そうそう、でもね、あれ分かってたら昼からビール飲みながら見る映画ですよ。あーそうか、うん、と思う。あ、面白くなかったわけじゃないけど、分かる分かる、あの状態で見るもんではないよね。そうだよね、僕もレイトショーで見たんでね。そうそう、だからレイトショーテンションはあかんと思うんですよ。疲れました、レイトショーは。疲れました。もうあの大きい車輪しか覚えてへん。大きい車輪、大きい車輪、なんかこんなふっとふっと車輪の車がいっぱい出てきましたやんか。それのイメージしかないわ。うちはあのフライング V みたいな、あギター弾いてる人、ギターみたいな、ギターの、ね、あれ、あの目の見えない人ですね。あの人はなんで弾いてんの、あそこで戦いを鼓舞する。そうよそうよ、軍隊。いやでも途中でさ、途中であの燃料がどうのこうの言うてたやん。あの人だいぶ燃料を確かにそうです、ね、だよね。電力だいぶ食いますよね。火もは火もこっから吐いて、そうです、ね、うコードつなげて、あれは多分出ちゃうんじゃないかな。何が、だからあれはあの出ちゃうんだと思う。何が出ちゃうん、火が、火だから燃料がどうこうじゃなくて出ちゃうんだと思う、火が。どういうこと、出ちゃう演奏しちゃってるんだと思う。え、こいつが出てんの。あだから出ちゃうんだ、だから出ちゃうものはしょうがない。休むなもう。いや、多分ループするなと思って、これ長いボケになるなと思って、ちょっと気づいてる。油断も好きもないな。休まれたらもうなんかもう俺もさ、俺も頑張るやん。もうちょっとやっといてくれたらよかったのに。いやもうちょっとあかんかん、休ませへんよ。そうなんや、うん、いやあの出ちゃうからね。出ちゃってたんや。何から燃えてるとかじゃなくて、うん、あいつの演奏によって火が出ちゃってるんだから。出ちゃってるんですよ、うっかり。先から何やろそのうっかり出ちゃうってどういうことやろ。出ちゃってるんですよ。出ちゃってるんですね、まあ、メタルのジャケットで昔ちょいちょいあったような感じですね。うん、あったあった。なんかね、レッチリも昔頭に乗っけて出ちゃってませんでした。あ、火が被ってましたね。マジで出ちゃうんですよ。でもあのイングベイのジャケットとかやったらそのままギターから火吹いてあのドラゴンと戦ってましたけどね。あ、出ちゃうんですよ。全部出ちゃってんねん。そういう演奏しちゃってるから出ちゃうんですよ、あの人がね。不思議なことに。
まあ、あれが成立してるところがすごい世界やったよね。そうそうそう、太鼓とかもあったもんね。太鼓もね、あのギターの人が弾いてる車のこう後ろのところでね、太鼓の人が何でも持って、太鼓をやってた、やってた、やってた。うん、僕とかもあの車超欲しいと思いましたけどね。この南中をあれで弾きながら練り歩いてあるんだ。うわで、スピーカーあってなんか知らんけど無駄にラッパみたいなのついてたでしょ。あったあったもう。あれがかっこいい、ね、燃料燃料言うてるわけ、無駄な燃料の使い方してたよね。そうなんで結局行って帰ってくるだけの話だからね。そう行ってこいの話だよね。行って帰ってきた、まあ、でもあの辺はなんかあの昔から西洋とかによくある偶話のあれですよね。なんか楽園を求めて外に出ていくけど結局楽園は元いたところだったみたいな。そうなんだ。そういうのって昔からよくありますよね。へー。 あれさ行ってさ、はい、戻るってなったやんか。なったね。えまだこっからもう一回戻るぐらいの尺あんのって思ってしまったもんね。まあその尺短かったけど短かった。戻るの短かったね。いあの割とあっさりジョーカーが死んだよね。割とあっさり死にましたな。あれ最後さ、うん、なんであの人はなんかどの人どの人あの男の人さ妹じゃないあのあマッドマックスかいな。マックスさ、はい、クスなんでどっか行ったの。行ったの。なんであのどっか行ったの。それはだからあれはあの用心棒とかシェーンみたいなもん。そう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 。カウンバックってヒーローはこう何も言わずに去っていくもんだ。いやだってあの人がだからトラさんなんです。いやだってあの人が変える 爆裂トラさんなんですよ。なるほどなるほど。足には関係ない子ってって。あんだけ戦ってたのに。そうそうそう。帰りたい言うとあの人やのにさ変える。帰りたいというか今どうしたらいいと思うんだいみたいな。マッドマックスですか。だから狂ってるから狂ってるのがもうマックスな状態が大好きってことですから。大好きってね。もう喧嘩とかそういうこと大好きっていう上等みたいな喧嘩上等みたいなおっさんですから。ああそう。だから そこに価値を見出してる人だから、うん、え、別にあの人喧嘩するために放浪してる人じゃないでしょ。でも違うと思うけどね。あ、違いますよ。だって元警官ですから。あ、そうやそうやそうやったわ、そうやったわ。警官やった。そうやで、そうなんで。ちゃんとマッドマックスは行きましょうよ。え、ワンツー？いや、ツーはもう警官じゃないですよ。はい。ツーはもう警官。ワンは警官です。え、つながってんの？ワンとツーと今回の。つながってます。あの人なんか映画の最初になんか足で踏んつけた芋に食べてへんかった？食べた。食べました。あれも荒廃した世界やからもしゃあないんですよね。あんな食料で。ああそう。はい。で捕まってたよねあの人。あの人はなんで捕まってたん？なんとなく捕まったらいいでしょ。あ、今冒頭ででしょ。うん、そうそう。あれは昔から生きてる人間で良質な地位だから。ああ、そういうことか。え、ちゃんと見た？見た見た見た。うちでもわかるよ。起きてる。今？起きてる。見た。おはよう。おはよう。おはようさん。ハルネ、ハルネ。崎山さんとか特にそうですけど、やっぱワンツー見てから見た方が良かったですね。マッドマックスは。あ、そうなの？なんかあんま関係ないみたいな。関係ないのは関係ないですけど、やっぱワンツー見てる方がこうより分かる部分。あ、そうなんだ。俺見てなかったし。え、あのそのちょっとは良さが分かるという。スリーマ。そうですね。スリーマであんの。スリーマ。で今がフォーの。でティナターナが出てたのはいつ？スリー。スリーの。ツーティナターナ。ね、誰に聞いたんや。誰に聞いたんや。妖精、俺妖精と喋れるねん。黙ってたけど。妖精と喋れるの。でもマッドマックスやったらさ。けどね、2とね、すごく流れが似てるの、実は。構成とかがね。あ、そうなんだ。行って帰ってくる。行って帰ってじゃないんですけど、いつも行って帰ってんの。トラクッターで頑張りますっていうのが、ね、2と似てる。でもそれやったら昨日テレビでやってたあのドラえもんのスタンドバイミーのが泣けるわ。見た。ドラえもんスタンドバイミー。スタンドバイミー初めて見た。いやいや映画で見てる。あ、映画で見た見た見た。あの録画したやつをね。うん、泣けるよ当たり前じゃない。ドラえもん世代やろ。俺けどドラえもん全然見たことないんですよ実は。ちょっとだってしたやもん。誰がしたやねん。ややこしいことなるから人の価値をそういうの決めちゃうよ。人の価値をそうやちょっとほらもう仮装やからもうあの押したろそれでちょっと下の身分やから仮装な、うん、下の層な下の層もうちょっとまあいいか何もうちょっと屈辱的な言い方してほしい。探してんけど思いつかへんかって今日はひよっこやな、まあ、そうかっていうくらいで終わっちゃったわよ。
あのなんだっけ、そうそう、ドラえもんね。ドラえもんの、まあまあ、まあでも僕ね、普通のドラえもんのあれももちろん好きですよ、スタンドバイミー。立体のやつでしょ。立体のやつ、そう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 、もう好きやけど、普通のあの毎年やってる長編のドラえもんの方が好き。え、そんな毎年見てんの？いや、毎年は見てへんけど。あ、ドラえもん好きやもんね。ドラえもん大好き。え、スヌーピーとどっちが好き？悩む。もうきっしょいわ。悩む。答え出してや。無理無理無理。今日だってスヌーピーやもん。今日だってスヌーピー。微妙やけど。このキレの悪い。なんか拾ったらやけどするよね。ちょっと待って、何でもかんでもキレが悪いとかぼやけてるとか言うのやめてよ。そういうイメージになっちゃうでしょ。やめてください。もうだいぶ元気になってきました。じゃあもう一回始めから。そう、始めからやろう。え、何が始めから、何が始めからやろう。そうそう、スタンドバイミーね、あれも良かったですよ。もう畑くんのあの主題歌、あれけど確かに、あの俺見てないんやけど、あの予告編だけでも泣きそうやった。そうやろ、そうやろ。あれはどういう話か知ってる？知らん。スタンドバイミーは知らん。あ、もういっか。めんどくさ、ガロだよ。なんかもうガロだよ、めんどくさ。行ききらないよね、全部。あれは一本の話じゃないんですよ。いろんな話の、まあ、がつながってる感じな。で、まあ、普通の漫画で、さよならドラえもんとか知らんでしょ。いや、それは知ってる。どんな内容？ドラえもんが未来に帰っちゃう話。最後、最後。最後？最後じゃないよ、6巻の最後やけど。そうだよ、6巻の最後だよ。そうで、7巻の初めに帰ってきはんね。帰ってきはんね、うん、最終回じゃないの？最終回じゃない。あのドラえもんと同じやつ。あれや、あれやけど、話には聞いたことある。本当はそこで終わらそうとしてたんでしょ。あ、そうなの、ね、それは知らん。え、最終回なの？最終回なんかないって。すごい人気なかったんですよ。そうそうそう、あれ、それでそこで打ち予定だったんですよ。あ、そうなの。そうです、そうです。それを無理やり繋げたんですよっていう話を聞いたことは。え、でもあのドラえもんの同じ形したやつをもらうっていうやつ。そうそう、あれ最終回じゃないの？7巻の1話目。7巻か6巻か知らんけど。あれ最終回ちゃうよ、全然。あれ最終回って、あれ帰ってくる方やん。ドラえもんの最終回って都市伝説ではありますけど、本来は描かれてないですからね。そうや、ないよないよそんな、うん、あれでものび太がさ、ジャイアンとさ、めっちゃ喧嘩するやつ。それがそれよ。え、あれ6巻？6巻の最終。だからドラえもんは帰っちゃうから、もう一人でやらないといけないんだみたいなこと。あれ6巻やったんや。全然序盤ですよ。そうよ。わいわいー、そうなんか来たかもしれんね。何が来たんや。常連さん、今日は嬉しいね、嬉しい投稿やね。あ、なんかね、ロビンソン、あ、常連さんのね、ロビンソンさんっていう人が今来てくれてはるんですけど、うん、酔っ払ってるんですか。ひよこちゃん、今日水飲んでるはずやね。だいたい僕、昨日の晩から飲んでませんから。わかったから、もう何土日、え、何土日に見た、土日に見た舞台の贋作写楽がこの夏の一番の思い出やって言ってはるわ。おいおい、けって言うな、おいおい、けって言うな。あのね、劇団外箱町さんっていうところがね、贋作写楽っていうのは近鉄アート館でこの金土日やってはったんですよ。それを多分ロビンソンさんは言うてはんやと思うわ。おお、よかったんて、めっちゃ。見た。行きました。ああ、そう、うん、誰がよかった、誰がよかった誰がよかったかな。見たよ。いや、みんなよかったよ。いっぱい出てはる。いっぱい出てたけどね、太陽さんとか出てはるやつ。太陽さんかっていう名前かどうかは分からないですけど、その僕もあんま詳しくないでね。でもまあ主役の人がよかったな。え、主役誰やった。いや、僕名前はちょっと存じ上げませんがね。どんな感じの人や。いや、シュッとした男の人です。シュッとした男、加藤貴二の。ああ、そう。うん、見ようによっては。でも、その舞台上では、あの加藤貴みたいな髪型ではなかった。あ、そうなの。ちゃんとしやってはったよ。ピチってやってはった。その人がもうずっと叫んではった。うおー、言うて。叫ぶの好きな人がやってたんですね。そうそう、吉田栄作みたいやった。ウォウウォウ言うてた。ウォウウォウ言ってました。そうそう、ああそうですか。へえ、代わりに俺言うとこありがとうございます。ロビンソンさん、ありがとうございます。代わりにな。俺も見たから。あ、見たからね。見たから代わりにの意味もよくわからないけど、まあ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね。
本当にありがたし。そうですな、そうです。夏の思い出ね。え、美国田さんはほんまに何もないですか、夏の思い出。昨日うっかり見ちゃった、久しぶりに見た、ティム・バートンのビッグフィッシュを見て、おボンボン泣いてしまったね。泣いたんや。美国田さんも泣くんや。あのね、ビッグフィッシュはね、いや、うん、ちょっと泣けるね。見たことない、見てない、見てみるわ。ビッグフィッシュ、ビッグフィッシュ、親子の話じゃなかったっけ。そうだよね。あ、なんかあの高田純次みたいなお父さんがいるんだ。はい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 、トラックのお父さんがいる。うん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 、そのお父さんが死にかけて、あの息子帰ってくるみたいな話で、お父さんのホラー話はずっとホラー話聞き続けてたから、もう息子さんいやいや言ってたんだけど、うん、うん、もうええか、もうええか、もうええわ、もうええわ、もうあの見るかもしれんからもうええわ、オチはもうええわ、もうええわ、見るかもしれないですから、うん、だって知ってるもん、それ知ってる、うん、それとハンニバルぐらいね、今年の夏に思い出は。ハンニバルってあのテレビシリーズの、やっぱ映画ばっかり。何してたやろけど、俺今年のやつ何してた？知るか。なんで、なんで知りませぬ。だからお仕事したかったんじゃないですか。ずっと磨いてまして。磨いたんでしょ。ピカピカにしてました。忙しかったんじゃないですか。うん。懐かったよね。とにかく懐かったよ。懐かった。今年はね。懐かった今年は。今年は。毎年だいたい夏いけど、夏いけど、今年はもうさらにほら猛暑日が10日ぐらい続くとかいうので。あ、でもね、いや僕ね、外に出てないからそんな夏くなかった。あ、ほんと、うん、なんかさ、クーラーの話聞いたんやけど、聞いた聞いた、クーラーが効いたのか、それとも効くのか、どっちですか。もうなんかいろいろ レッスンしたかっていうことよ、クーラーの話を多分ね、聞いてると思うんだけど、クーラーの話を聞いたか、リッスンしたか、妖精とか聞こえない声が聞こえてきたとか、強い話ですか。違う、何が聞こえるみたいな。違う、じゃあ共通、クーラーが何か喋ってるみたいなみたいなこと。もう今日はさ、あんまりそういう力技のボケもちょっとしんどいね、ごめん。しんどい言うなよ、もっと遊んでよ、僕らと。もう、もう、じゃあ、じゃあ共通のさ、うん、そう、分かった、バレた、バレた、バレた、今もう1ミクロも動いかんと、わーはー言う、やりがいがない、もうな、やりがいがないわ。でもこれだけでも、やるだけでも増しちゃう、俺、そこそこええ年やね。分かってる、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 うん、あの、いいよ、せんでいいよ、頼んでええやん、いい、望むところよ。じゃあ共通の、僕らの共通の友人が言ってたから多分聞いてると思うけど、うん、24時間クーラーかけっぱなしで1ヶ月 やっとくのと、うん、つけたり消したりするのって電気代があんま変われへんねんって。らしいな。あ、そうなの、うん、そのつけた、聞いたこと、そう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 、その人もネットで見たらしいんけど、まあ、つけたり消したり、その熱い温度を下げるその労力がすごいから、ずっと安定してクーラーをかけ続けて、低い温度に保ってる方が電気代が、まあまあ高いのは高いんやけど、うん、そんなに変わらへんらしいよ。へえ、そうなんやね。なんか、うん、Facebook とかでバーッ、ほんまなんかな、なんか分からへんけどね。けど物によるんちゃう、その最近のクーラーって本当にランニングコストが低いんだ。あ、そうだから、いいクーラー、いいクーラーに買い替えた方が安いぐらい。ああ、言ってた言ってた、クーラーも冷蔵庫もね。確かに確かに。でも買い替えれないよね。そんなこと言われてもね。裏の声、裏の声。信じられねえし、そんなこと。出てる出てる。クーラーってさ、いくらぐらいするもんなの？最近買ってないから。いや、高いで、10万以上するでしょう。高い高い。最新の機種とかだったら20万とかですね。あ、やっぱりそんなすんにゃ。で、取り付け料とかもやっぱかかんの？そうですね。まあけど、そんな高いやつやったらそこに入れとかさせてもらいますみたいなそうか、なるほど、やっぱ20万とかするんだ。いや、まあ、20万もするのって、ものすごい広いところ。いや、どうなんでしょうね。まあ、そこそこの広さは対応してるでしょうからね。今、10万、そんなやつにしたら、1
つあそこにおるわって言ってシャーやりよる。ああそうか、そうや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 、ああ感じして、そう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 、うわー、あとなんかあのちょっと空気清浄機的な機能もあるらしい。いいなそれ、いいね、それ20万、ま、マックス20万ぐらいかな。え、何ちょっと予定があんの？全くあらへんよ今クーラー買う予定なんか全くないよ。もうだってすでに涼しくなってきましたし、うん、じゃあでもほら冬もエアコンでクーラーなんか暖房つけたりもできんやったらね、そう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 、でもちょっと今年はそうしようかなと思うな。どういうこと？なんかクーラー結局暖房としてクーラーを使ってなかったんですよ。はい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 、はい、今年は使ってみようかな。あ、暖房、うん、あ、そう、暖房使ったことないわ。僕もないわ。超安いんちゃうか思ってね、あの石油だのなんだか言ってる。なあ、そうかもね、結構。灯油のやつは入れ替えもめんどくさいしね、灯油入れるのもね。ガスだ、なんだ、言うてる。それやったらほんまにちゃんとしたやつ買った方が安いんじゃない、結局。でも買わないよね。10万以上出せないわ、そんなもんに。あるんだもん、だって。どないやねん、あっちゃうんだもん。じゃあでもさ、下手したらさ、夏冬使ってさ1ヶ月5000円ぐらい電気代浮くかもよ。いやけどらしい。あ、やっぱり。あ、そう、干したらはっきり言って2年使ったらもうまるまる戻ってくるよね。誰が？いや誰もじゃん。何がどこに？マッドマックスが戻ってくるね。行ってこいかい。元の死の、違う2年やったら2年作ったら元取れるよね。けどそうそんなぐらいのエネルギーは言うてる。あ、そう。まあで機器もいいやろうしな、新しいやつが。スッと機器を出てる。なあ早いで、そら。ボタン一つで月夜。まあ今持ってるやつも。今もそんな3つも4つも押さんでも大丈夫やね。昔のさ、はいはい、昔のエアコンってさ、あのフェーダーみたいになってなかった？あったあった、あのこういう細長いやつで、あったかさとか、そのあれは、ああもうだいぶ赤から青で、あったあった、そうそう、車のエアコンみたいな感じになってるの、縦バージョン、あったあったあった、なんて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 、木彫やったよね。それだいぶ前だよ。木彫のエアコンじゃなかった？茶色わかるよ。エアコンって、わかるよ。わかるわかるわかる。だいぶ前だよ、それ。もう即買い替えた方がいい。それはちょっと。今はさすがに白いやつ使ってますけど。それはかも。昔実家にあったやつとかはそんなんやったやんと思ってさ。まあそうよね。田舎の方ではそうですよね、やっぱり。ノンリモコンやって。あ、ノンリモコン。あ、そうそう。あの柱についてるやつや。せや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 った。倒してきてみたいな。うん。それは買い替えた方がいいってだから。いや違う。無理。違う。骨董品やで。使ってるのは今使ってるのは昔話に花を咲かそうとしただけの話じゃないか。電気代バカ高いです。すごいやろうね。でも絶対まだ使ってる人いるよ。いるよ、そら田舎の方とかやったら、音がすごいやん。ただね、ボンボン言うて。田舎の方に行ったら使ってるっていう考え方もあるけど、ただ田舎って意外に電化製品新しいから。あ、マジで？あ、そう。そうなん。あの田舎ってさ、お金使うことがないからさ、ものすごい今俺差別的なこと言ってる。言ってて怒って？いやいや、大丈夫大丈夫。うちの実家あたりはそうやね。あの東芝とかさ、うん、パナソニックって一個さ、その電気屋さんが居張って、はいはいはい、直しに来はるやん、壊れ、うん、あー、そうやそうやそうや、くるくる、ほんならもうこれそろそろ飽きませんで言ってすぐサクサク新しい、なんかうちのおばあちゃんちなんかそのもうテレビがフラットになるのが早かったよ。あー、ほんま、え、そんなんじゃない、もうだからうちのおばあちゃんち、あの家電だけはめっちゃ新しいですよ、ハイテクなんや、ハイテク、へー、え、そんなんじゃない、そんな中にはあんまり、知り合いがいないし、高知は大概そうです、高知は、あ、そう、ハイテクなんや、みんなハイテクです、すごいね、はあ、ちなみにあのうちの店はものすごい古いエアコンをいまだに使ってますけどね。ここ、まあ、あのあちらのタオルとかかかってるところの裏にあるんで分からないんでしょうけど、はいはいはい、はい、この裏です。あ、そうなんや。それはでかいでかいね、こんぐらい。それを使ってますけども、その
の店内で見えてるやつともう一個あるんですよ、うちの店は。これもそうじゃん、こうでかい。そうです。でもそれはこのビル全体の空調から引いてるやつなんで、それは別に店舗だけのやつがもう一個実は隠れてるんですよ。あの縦型の、そうです、そうです、あの小学校に昔あったようなやつやね。そうです、そうです。あ、そうです、そうです。あ、小学校ね。小学校に、おそらく30分ぐらい。クーラーがあったかい？ないか。いや、限られた部屋にはあったんじゃないですか。職員室にはあったよ。職員室はあるよね。いや、あったかい。職員室はあるでしょ。教室にはなかった。中学、高校の時に入ったかな。あ、高校はあった。うん、あったかも。各教室にですか。うん、あった。あ、というか前科。ね、あれ、私立と公立で違うはずやった。確かに。うちはなかったですね。公立はあのクーラー入れへんとかなんかそういうのもあった気がするけど、ね。え、公立やで、うち。場所によるじゃないですか。結構工業地帯とかで空気が悪いところは窓開けてる。ああ、そうやわ、あ、そうやわ、そうやわ、うちそうやわ。そっちや、そっちや。俺私立やったし。もうだって飛行機とかいろいろもうざわざわしてるから。ざわざわしてるもんな。ざわざわ。人もざわざわしてるから。人を言うな。焚き火するからね。教室で、教室内で焚き火をしてた。すごいね。それが何か。だって相当寒いところで育った。そうそうや、ね、そうや、うん、寒い。寒いところで育った。冬は寒いからね。うん、そりゃそう、そりゃそう、しょうがない。でも窓は割るんでしょ。ま、ドアね。それは暑いから、暑いから。暑いから、暑いから。夏はね、夏は暑い、暑い、自然。やっぱり待って、寒い言うて風がビュービューこう来るようにね。うん、寒い言うて火を起こす。もう自然に帰ってんねん。原始人か。そうですよ、そうですよ。そうそう、しゃあない。あ、もう崎山さんはね、そういうまあまあ、あの自然に変えるところでね。そうそう、自然寺、自然寺ですから。そうそう、自然寺やったね。たくましくね、そうだ。そうか、エアコンな。エアコン買うとかあんまり壊れへんかったらあんまり思わないけど、もしかしたら早めに買った方がほんまはいいのかもね。買うか。マジックでした。マジックはすごい。今敬語になるかの境で迷ったのよ。やっぱ迷いっていうのはいろいろ狂わすよね。狂わす、いろんなものを狂わすんですよ、迷いというのは。窓、惑わすわね。惑わす、なんか迷ったあかん、ほんまに迷ったあかん。迷わずに行けようか。迷わず行けようだけどね、迷ってばっかり。迷わず今生きてる。いや、もう迷ったよね。迷今も迷ってる。わかんよね。迷っちゃった。わかんねー。もうすごいあれですよ、瞬間瞬間迷ってますね、もうここんとこ。うん。うんって、うんって。瞬間瞬間迷ってる。瞬間迷ってます。一番迷ってることなんですか。一番迷ってることはおかわり。まあそう、例えばお酒を飲もうか飲まいかも迷うし、飲むぬまいかって言ってましたけど、いや、OK。 もうなんかぬるってきた。ぬるってきた。飲むぬまいかも迷うし、今も危ういけどな。飲むか飲むまいかも迷うしね。まあ他にもいろいろありますよね。あれ、明日俺何すんの。知らんがな。仕事あるやろ、明日やったら。明日は仕事あるな。明日あるわ。整体に行こうかどうしようかとか、あ、そういう。ふっといふっとい注射ってもらえる。なんで整体やで。整体か。整体。あ、こっちじゃない。あ、違うこっち。見て見て、これ。これ多分。うわ、何や。分からへんと思うけど、これすごない。ここ。ここ。青たんやん。見えますって誰、マスターに見せてる手だよね。手ってない。見えます見えます。見える。わあ、すごい。すごくない。どうしようだったんですかそれ。ね、これ痛い。痛い、落ちたんですよ、ちょっと。え、大丈夫。うん、台から足踏み外して落ちて、で、その横の壁のとこにゴカゴカゴカってなって。うわなんか、こんな傷初めてやから、これどうにかなってんちゃうかも。すごいビビってるんです。あー、結構深そうな傷ですね。病院行ってない。行ってないです。多分そっから腐ってきますね。腐りそうな。パカッて割れて、なんか、うわ、俺がいっぱい、もうピロリキみたいなのがいっぱい。ピロリキってないやん。人
とピロリ菌呼ばわり顔になってきますよ、それが。これが、あーなんか梅津和夫先生みたいじゃないですか。そうそうそう、おはようって言います あ寂しくなくていいかな今日もいい天気だねうるさい、うるさい、うるさい、うるさい天気の話とかすんな、みたいな暑っ、臭なんや、もうなんか乾燥ばっかりやな服袋臭っうるさいわ、俺も服袋やけどなあ、自覚はしてんやん、自覚はしてんねん、俺もそうやけど、自覚じゃない、俺が臭いんかというかあれたくな、あらよ、寄生獣みたいな、たまにお風呂入れよ、入ってるわ、入っとるわみたいなことになるかもしれませんね。そうそう、だからそういうね、これも病院行こうか行く前か迷ったりしますけど、いや行きいや、もうまあけどそれぐらい、うん、大丈夫だと思いますよ。いやけどほんまやね、青なってるね、この辺すごいでしょ、病院って。で、後輩に心配してもらったんでしょ。後輩に心配、ああごめんなさい、え、それどこに行ったんでしたっけ。あ、そうそうそう、あ、普通の大丈夫から、うん、うん、あんまり言ってない、もう、あ、一人でこっそり落ちたうん、暗かったからでも暗いところで、寂しい感じで、でも音はすごかったんですけど、でもやっそこでざわってなっても悲しい、うん、仕事中、仕事の、あの、うん、仕事の真っ最中、真っ最中のナウの、あの、なんていうの、なんていうのかな、え、あ、みんながもう仕事いっぱいしてる時、プレ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 デモンストレーション中ですよ。こうやってやりますっていう時に、そうそうそう、もうもうこれ、こう、もうこれですっていうね、その一番最終のデモンストレーションの時にゲネやなそう、もう仕事のねリハーサルの時に真っ暗になる場面があって、真っ暗になる場面、真っ暗になる場面があるじゃない？何年やってんの？何年も、ちょっとねややこしい、あ、そんな、そんなにもあれやったんですよ。あ、そう。ほんならもうガゴガゴガゴって真っ暗になる音が響いて、もうで袖っていうか、あの袖でうずくまる私。大その日のテンション低かったでしょ。そんなことない、そんなことない、もうそれは大丈夫、もうそれは大丈夫でしたけど、もう痛かったんだよね。まあでもまあまあ全然そんな大したことないけど、一回なんか福袋さんが頑張ってる時に、うん、あのいきなりダーンってやって血出してるところ僕見たことあるんですよ。僕が仕事中に仕事中仕事中に仕事中に、あ、仕事してあるわと思って見に行ってした時に福袋さんが、本ちゃんじゃない、仕事中、本ちゃん、本ちゃんの時、えら本ちゃん、えら本ちゃんの時にバーンって血出した、ね、初めは気づいてなかったんやけど、だんだん流血、こうやってチャッ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 みたいして、あったグイッグイテンション下がってるの。そんなことない、そんなこと下がってません。あれ、そのうち知ってる、一緒に知ってるじゃん、この傷やろ。あー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 、え、違う、あの、あーね、最近の話ね、最近の話、これです、はいはいはい、傷まだ残ってます。やっぱり怪我するとね、やっぱりね痛いしね、びっくりするんですよね。わあ、それはね、びっくりします。痛いね。最近怪我とかしてないですか？大丈夫ですか？怪我はないね。首がね、うん、その これをやる前日にね、回らなくなりまして、え、痛くて。どういうこと？ちょっとなんか筋を違えたんでしょうね。まあ、いろいろ故障が多いよね。多かったんですよ、この1週間。どうした加藤隆？加藤隆はね、故障だらけ。ほんで、あの、僕だけじゃなくて周りの人もね、故障だらけでね、すごかったですよ。もうなんかこの仕事できるのかみたいな。ほら、クライアントに見せれるのか。そうそうそう、危ぶまれました。ちょっとそうなんですよ、そうなんですよ、まあまあ良かったです。健康第一やで。そうなのよ、安全第一。そうなのよ、そう、まあまあちょっとね気をつけましょう皆さん。いやでもね、もう同い年って言うたらねあのあれですよ、何ちゅう目で見ねえ人ひよこやから。あ、そうか、ひよこやから認めてるやん、ひよこって、うん、ひよこやから。そうだから、もうだから年もほらあれじゃないですかまあまだね、
磨くださいでも最近すっごく眠りが磨くで浅くて磨くで浅いもうちょっと困ってるでげすよないやちなみに何時ぐらいに起きる大体とりあえず3時ぐらいにパッと目が覚めるんですよ3時だあの夜中の3時ですかそうですそれでその後もう一回寝ると大体いつも仕事に起きなきゃいけないのが7時半なんですけど、うん、1回6時に起きてしまう、うんうん、目がパキッてパッて開くんですよそう暑さとか関係なくなるもうこれ以上は寝れませんっていう。え、うせやで寝れへんのもそっから。そっから30分ぐらいかけて寝るね。みんなもうあと1時間しかないや。いやわかる。6時とか1回起きちゃうもん。習慣でね。習慣でね、うん。そうやね。寝れなくなるよね。さっきも言ったけど。寝ないと。そうなのよ。寝ないと。寿命が縮まるかなって思うやん。何そのこう。あの寝ないと。寝ないと寿命縮まるのなんかでもね寝ないとあの年代によって何時間がいいってあんねんであんたさっきからパコパコ言わせてから見た方がええと思うであそこら辺の妖精さんイライラしてると思うでもうこれはもう握りしめなさいよもうあのだから年代によってね何時間寝るのが一番健康にいいかっていうのがあってやっぱり 年齢が上がっていくと減っていくのよだから40代とか50あ40代50代は6時間半やったかな最低がそんなに短くていいねほんでもう70代以上やったら5時間とか6時間とかなんかそんな感じな減っていくんだってじゃあもうどん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 2時間3いやそこまでいかないと思うよで5時間200歳ぐらいになる、まあ、寝てみたいな 5分ぐらいもうあのそこまでいったらさ睡眠とか気にしなくていいと思うよもういいやろもうそこまでいったらえほんまにいいねだから僕らは多分6時間半やったかな5時間半やったかなそのぐらいのもうあれでもうそれで回復すんのいいんですわあそうそうそうだって二度寝が疲れたりするやん体力いるよねそうそう寝るの体力がいるからねそうなんですよでもな会社でな、うん、ほぼ同年代じゃないやちょっと上の人がな、はい、あの言うてはってんけどさ、はい、お孫さんもいてはんねやんかお孫さん、うん、肌がすごい綺麗でさ、うん、え、なんかしてはるんですかって言うたら、はあ、なんかこう売ってはんねやめろ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 ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってうちを悪者にせんとてうちを違う違うなんかほんまもう焚き火もするしもう何の話をしてんねガラスもあるしないやもう一般人やって赤がここで終わったらうちもえらいことになるやん違う違うあのなんかちょっと待って赤が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 なんかね何やのよそういう美容関係があんねんヒアルロン酸とかなんかそんなんですかなんか売ってはるって言ってほんで血を入れてるとかおい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 ちょっと待って何え血かなんかえ血血は入れないけん輸血あでも自分の調子の時に抜いた血をなんかまた自分でまた輸血するっていうのあるみたいなあかんてあかんてそんななんかほんならめっちゃ若いねんいやでも本当スポーツ選手の人とかはやるみたいですよなんか血をえでもうちえ透析いやまあそれはそれで大変な話やけどねいや血抜くわけじゃんちゃんとあのお医者さんにやってもらうとそう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 病院行ってっていうかそういうとこ本当に自分の体調がいい時の血って血の状態もすごくいいからその血をある程度ストックしといてでその体調悪い時に入れたりとかするっていうのがいいんですってめっちゃ若いねん何やろなんていうんやろ肉が悪くなるように悪くなれへんいや多分冷凍庫なんかしてるんじゃないですかなんかでもなうちらより10ぐらい上やねんまあ、でももう10ぐらい下に見えんのほんまかいねほんまにそうそうサンちゃんみたいに見えるかい誰誰やん誰ですかもう油断も隙もないねほんとにねいやだからねこうみんな今度じゃあ具体的な方法を聞いてきてくださいいやだから血を
入れたり抜いたり入れたり抜いたり自分の回ななんとかロン酸みたいなの入れてるんちゃうの、ヒアロール、ヒアルロン酸、ヤナちゃんが肩凝った言うて血抜いたりしてましたけどね、それはなんかあかんやつちゃうの、あかんことない、あのなんとか玉でしょ、なんかこういうあのタコツボみたいなやつでピョってやって真空にしたら違う、悪い悪い違う、なんかもう普通に刃物使ってありますなんか殺傷事件なってるもん、 あかん、ヒゲ剃りとかに使うやつ、あかんあかん、ピュってやってましたよ、それただの自傷行為やんか、よっしゃみたいな、あかんあかん、悪い血抜かなあかん、それはなんかこうやつプシュってやつですよ、それは違うよ、マジやってたけど、カメさん、大丈夫ですか、あ、もう…え、もう、もうそんな時間なの、あと陸上を最近見たわ、うん、陸上、あー、やってたね、あの日本人、あの名前が全然違う方々、帰れお前もう、どんだけ時間かかってんねん、もう帰れなんでそんな怒られるのよ名前忘れたけど、あの名前、カタカナの名前の人で顔も全くあの外国人の感じの方やけど日本国籍なんやな、あの人、なんでやねん、え待って待って、えどの今世界陸上で最もいい話題になってたのはそれやろ、俺やり逃げしか見てない、やり逃げ、やり投げや なんか 100m か 200m で知ってるよねマスター、いや僕スポーツはあんまり詳しくない、いやいやいや知ってる知ってるよね、え、ちょ待って誰に聞いてん、なんとかさん、なんとかさんよ、カタカナの名前でも見た目ももう全然外国人なんだけど多分日本国籍なんやろな、で日本やり投げが、やり投げちゃう、めっちゃ飛ばした人が、うん、やり投げやり逃げしか残ってないやん、わーって走ってきてさ、うん、こう飛ばすやん、うん、飛ばすね、そうじゃなくて、あの一段飛ばしあった人、うん、こうやってわーってきて、わーってきて、わーってやって、え、そんな素人チックな感じ、うん、なんか、えいって自分も飛んでいけみたいなノリでやったら、めっちゃ飛び張って、ドハーン行き張って、どうもだからこれから多分投げ方変わる、え、そうやな、それはそうやな、みんな、どーって投げると思う、ごめん、盛り上がってんの俺だけやなちょっとなんかごめんそれあの、なんかやり投げとかってああいうのなんかこう、いや、もうやり投げの話はもう一生がいい一生はいい、あの、何食べたい食べたいもん、食べたいもん、もう陸上の話なんやろ、最後の追い上げがすごかったもういい無理すんなお前、いや、わかりました、ちょ、もう陸上の話は次の店にしようや、とりあえずあの2軒目はそのあのやり逃げの話、やり逃げの話を400m でやり逃げ、 400m もやり逃げすんのかじゃあマスターまたつけといてもらっていいですか、わかりました、まだまだ次どこの見に行きます、どこ行きようかね、もうやり逃げな店でええんじゃん、やり逃げな店でどこよ、じゃああそこですね、うん、あそこから行く